こんばんは、マシュです。今回はスニーカーをカスタムしていきたいと思います。前回はヒロアカの爆豪くんを描いたので、今回はね、ヒロアカに出てくる緑谷いづくくん、通称デクくんを描いていきたいと思います。コメントでもね、デクくん描いてくれっていうリクエストが結構あったので、まあ、今回はデクくんを描いていきたいと思います。前回の爆豪くんカスタムを見てない人はぜひぜひ見てきてください。そういえばヒロアカがハリウッド映画化するらしいですね。ハリウッドってやばいですよね。自分の予想は多分 X-Men みたいになると思いますよ。まあ、角田さんかテレンス・リーさんがオールマイトやってくれるならね、僕は2回見に行こうと思います。まあ、イレーザーヘッドは R 指定さんですかね。お願いします。まあ、この配役で行けばもう全米が泣きますよ、マジで。もう関係者の方々、これで行きましょう。はい。もうなんかあのドラゴンボールみたいな感じになるとなーって感じはありますけどね。ドラゴンボールのあのハリウッドのやつみたいな、あれはあれでね、なんか別の作品としてなんか面白くていいなと思うんですけどね。まあでも本当情報がまだ出てないんでね、どうなるかわかんないですけども、僕はね見に行こうと思います。コメントでは他にはグールだとか、あとはねバキを書いてくれっていうコメント多かったんですよね。なんでね、またカスタムする機会があったらそっちの方をやっていこうかなと思います。あとね、個人的にはね、今ジョジョの5部やってるじゃないですか。だからね、ジョルの描きたいなっていう風に思ってるんですけども、皆さんどうですか？なんかジョジョで描いてほしいキャラとかいます？自分は割とね、あのジョースケ結構好きなんで、まあ、クレイジーダイヤモンドとねジョースケ描こうかなと思ったんですけども、まあ5部ね面白いから、まあ今5部、ジョルの描きたいなっていう気分ではありますけど、皆さん描いてほしいキャラがいたらね、またコメントでぜひぜひ描いてください。倉庫行ってるうちにね、あのできてきたんでね、それではご覧ください、どうぞ。マッシュルーム。こんばんは、マッシュです。今回はスニーカーのねカスタムをやっていきたいと思います。戦闘ありきの世の中だったら間違いなく、ね、爆破のコスト